はい、バスレスルーム第2弾というわけで、まあ、今回は、まあ、自分のまあスタイルじゃないですけど、まあ、巻物系が結構自分好きでよくやってるんですけど、まあ、これから、まあ、梅雨に入って、まあ、水質も濁ってきて、まあ、濁りが入ってきて、まあ、結構、まあ、クランクだったり、まあ、スピナーベイトだったり、まあ、カバー打ちもいろいろするんですけど、まあ、その中でやっぱり、まあ、よく使用するルアーがやっぱクランクになってくるんで、まあ、今日はまあ自分なりの、クランクの使い方だったり、まあ、使い分けだったり、まあ、こだわりの方をまあ話せていけたらと思います。まあ、何かの参考になったら幸いです。よろしくお願いします。はい、画面が変わって今ボックスからクランクを出してみました。まあ見ての通り、まあ同じようなルアー、同じメーカーのルアーなどが、まあ、ほとんどなんですけど、まあこの中から、まあ、自分はまあ同じクランクというジャンルなんですけど、まあ3つに分けて使い分けをしているので、まず今から3つに分けてみたいと思います。はい、実際にルアーを3つに分けてみました。まあ、同じジャンルのクランクなんですけど、自分はこんな感じで3つに分けて、使い分けをしております。ジャンル別に説明をしていくと、まあこのジャンルですね、まあ、シマノさん、あ、バンタムさんか、バンタムさんのマクベスのちっちゃいやつだったり大きいやつ、まあ、レイドジャパンさんの新作のレベルクランクゴリラ、デプスさんのイボークで、まあ、あるんですけど、まあ自分の中ではこのジャンルはカバークランキングという認識で、使用しております。まあ、使うシチュエーションとしましては、まあカバークランキングという名の通り、まあ当然カバーに絡めていくんですけど、まあこれからの季節、雨が降って、まあどのフィールドも濁りがきつくなっていくと思うんですけど、まあそんな時に、まあ濁りがきつくなると、まあバスも、まあ、カバーにつきやすくなると自分は思っているので、そういった時に、カバーに絡めていって、なおかつ、クランクの中でもアピール力が強いと自分は認識しているので、アピール力が強いプラス回避性能も高いという認識で自分はこのクランクをカバークランキングとして、使用しております。まあその中でも、まあ、自分がよく使ってたカバークランクを一つ紹介するなら、まあ多分動画見てたらわかると思うんですけど、まあ、一つだけズバ抜けたクランクがあると思うんで、まあわかるかなと思うんですけど、こちらですね。バンタムさんのマクベス50っていうクランクなんですけど、もうほんと見てわかる通りすんごい傷だらけになって、もう何年ってもうボックスに入ってるんですけど、本当に回避性能がズバ抜けて完成度の高いクランクだなっていう認識で自分は使ってます。まあ当然いい魚も釣れますし、まあ、釣れなくても初場所とかカバーにあそこのカバーいそうだなとか、そういった時にクランクどれ投げようってなった時に自分はこれを絶対投げてましたね。1個しか持ってないんですけど、その1個がもうほんと何年もボックスに入ってるっていうぐらい回避性能が高くて、なおかつ使いやすい、そして釣れるクランクとして自分はこれをいつも使用してました。はい、続いてはこちらですね。まあ、見てわかる通り、まあ、同じルアーなんですけど、レイドジャパンさんのレベルクランクミッドなんですけど、まあ、自分はこちらのルアーを、まあ、シャット型のクランクという認識で使用しております。
まあ、クランクなのにシャットという方もいるとは思うんですけど、まあ、使うシチュエーションとしましては、まあ、シャットを投げたいけどここ根がかりしそうだなとか、そういった時に、まあ、回避性能にも優れたルアーなので、なおかつ、まあ、ピッチもハイピッチでシャット寄りのクランクだと自分は認識しているので、まあ、こちらをよく多用して使いますね。まあいつだったっけな、まあ、12月、まあ、去年の12月か、去年の12月ぐらいに、まあ、水質もわりかしクリアアップしてきて、まあ、本来ならシャットを投げたいというシチュエーションだったんですけど、まあ、そこがちょっと根がかりが多発するフィールドだったので、まあ、こちらのレベルクランクミットを使用して、まあ、釣ってたんですけど、まあ、その時に、まあ、いいバスを連れてきてくれたのが、まあ、レベルクランクミットでしたね。まあ、本当に、まあ、クランクほどアピールはないんですけど、シャットよりもアピールがあって、なおかつ、まあ、根掛かり性能にも優れてて、まあ、回避能力も高いという認識で、自分は使用しております。はい、最後のジャンル、まあ、こちらは、自分の中では超シャロークランクという認識で、使用しております。まあ、見ての通り、もうレベルクランク、レードジャパンさんのレベルクランク、もうこれしか使ってないといったくらい、非常に大好きなクランクです。まあ、実際に、まあ、こちらのルアーを使用している、まあ、理由としましては、まあ、レベルクランクという名の通り、レベル、明らかに、他のクランクよりも水平姿勢を保ったまま泳いでくれるクランクとして、自分は使用しております。水平姿勢を保つことがなぜいいのか、まあ、説明していくと、まあ、自分がレベルクランクを使うシチュエーションとしましては、まあ、減衰の池だったり、比較的にカバーの少ないようなサライ池などで使用をするんですけど、まあ、そういった脳池の特徴は、まあ、自分の個人の意見ではありますけど、まあ、小さな変化、ここだけウィードが生えてるとか、ここだけ岩があるとか、そういった変化にバスはつくと自分は思っていて、まあ、他のシャロークランクを使用してしまうと、そのウィードにダイレクトに潜ってしまって、場を荒らしてしまったりとか、逆に岩があるところを、ボトムをつきすぎて、バスに嫌われるとか、そういうことがあると自分は思っていて、そういった時に、レベルクランク、比較的に水平姿勢を保ちながら、長い距離、ある程度一定の距離を保ちながら泳いでくれるレベルクランクを、自分は使用しております。ではおさらいしていくと、同じクランクの中でもカバークランク、シャット型クランク、超シャロークランクといったように、自分は分類して使用しております。まあ、これは自分の個人の見解なので、参考程度によろしくお願いします。皆さんもこんな感じで、今自分が手元に持っているクランクはどういう分類なのかを、見て、分類して使用してみてはいかがでしょうか。そしたらまたバスフィッシングも違った楽しみ方が出てくると自分は思ってますので、ぜひ試してみてください。はい、お疲れ様でした。まあ、今回は、自分のクランクの使い分けだったりとか、こだわりの方を話させてもらいました。まあ、説明の方があんまり得意な方ではないんで、まあ、分からない点だったりとかあると思いますので、まあ、そちら、まあ、そういう方は、コメント欄とか、まあ、インスタグラムの方に DM をもらえると全然答えますので、そちらの方もよろしくお願いします。まあ、あとは、まあ、これから、ちょこちょこと室内動画の方が出てくると思うんですけど、まあ、皆さんから見て、まあ、こういう動画出してほしいとか、こういう動画見たいとか、そういう要望があられましたら、そちらの方も合わせてコメント欄の方によろしくお願いします。まあ、こんな感じで、まあ、今回は、自分のクランクの使い分けという動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。